二次元野球決定戦シーズン5、本日はここ小雨降る宮城スタジアムから百花リーグウェイクアップガールズ VS 浦の星サンシャインの一戦をお送りしたいと思います。それでは両チームスターティングオーダーを発表したいと思います。先行現在3勝2敗、得失点差がプラス10点、浦の星サンシャイン。1番センター渡辺陽、2番ショート陸奥、3番先発投手高見千佳、4番ファースト小原麻里、5番サード対馬佳子、6番ライト松浦佳奈、7番キャッチャー黒沢大也、8番セカンド国木田花丸、9番レフト大阪しずくとなっております。対する高校現在3勝2敗、得失点差がプラス1点となっています。ウェイクアップガールズ、1番セカンド鈴木もか、2番サード森島乙女、3番センター高品理香、4番ファースト小早川ティナ、5番レフト近藤舞、6番ライト吉川めぐみ、7番キャッチャー岩崎志保、8番ショート森名ノア、9番先発投手は岡本美優となっております。それでは参りたいと思います。皆さんご一緒によろしくお願いします。せーの、プレーボール。さあ小雨降るここ宮城スタジアム、先発は初先発となります岡本美優ちゃん。これでね、ウェイクアップガールズ全員で、ね、登板したということになります。さあここはもうまさしく天王山生き残りをかけた一戦となります。バッタートップバッター渡辺陽、さあ初球スライダー、さあサンシャインかそれともウェイクアップガールズか。前回ね録画で見た方いらっしゃると思いますけども、百花リーグね最下位のねウエストがね首位のミリオンに勝ちましたからね、これでねまさしく混沌となってまいりました。さあストレート強い打球、1・2塁間ライナーで抜けていく、そしてバッターうっちゃん、さあようちゃん走る気満々か、痛烈な当たり一塁牽制、さあ1球ウエスト、さあむっちゃんバントの構え、さあ牽制牽制、ようちゃんの足が気になる、さあバスターでいく、これがむっちゃんよく見ていた、さあようちゃん中足を生かして三塁回って一気にホームイン、むっちゃんよく見てましたね今ね、今画面で分かると思うんですけどね、目線でねもう打つ方向右っても決めてますよね。そしてバッターちかちゃん、今シーズン打率現在これ2位じゃないですかね。さあチェンジアップ引っ掛けた、さあそして4番のマリー、現在ホームランランキング1位、ホームラン5本を放っているマリー、前回のねウエスト戦からですね4番に入っております。さあここでね、なんとか抑えなければいけない岡本、さあいいスライダーだ、バッター2塁スコアリングポジションにランナー2塁、バッターむっちゃん、さあストレートこれは釣られない、ちょっとストレートボールはっきりしてますかね岡本、さあ牽制チェンジアップ引きつける、全員ねうまく引っ張ってます。そして前回の試合でホームランも放ちましたヨハネ、
今シーズンは二刀流にも果敢に挑戦。交流戦で完封勝利もありました。さあこのスライダーがいいんですけどね。さあ手を緩めないか、浦野サンシャイン。スライダーうまく打った、レフト線、ヨハネ技ありのバッティング。さあ打線がつながる。さあ浦野越し、一気に畳みかける。岡本のボールがね、そのスライダーはいいんですけどね、他がねストライクとボールがはっきりしてる感じがするんですけどね。さあ岡本ピヨッター、バッター松田カン。さあストレート、ストレート、うまくね打ってますよね。さあ三振。さあしかし7番にいる黒沢ダイヤ、ストレート初球、これは力が入ったか。ダイヤちゃん、ヨハネが突っ込んできましたね。しかしこの回立ち上がり連打を浴びて岡本2点失ってしまいました。さあ打線もね上向きであるんですけどね、ウェイクアップガールズ、やはりねこの開幕戦でねこのチカちゃんにやられましたんでね。さあレトミカン、ストレート、チカちゃん今シーズンね投げる方そしてバッティング絶好調です。ストレート、思いっきり引っ張る、ストレート、どうだ、むっちゃの頭上を越えていく。今までになかったようなね。さあストレート初球伸びていく、ヨーチャンチャンピンキャッチ。このプレーはビッグプレーだ。抜けていたらねノーアウト二塁三塁、チカちゃんのピンチをヨーチャンが救う。赤ちゃんもね雨のマウンドっていうのはねあんまり経験がないと思うんでね。さあストレート、さあ陽ちゃんが突っ込んでくる。そして一発があります、小早川ティナ。さあスライダー、されたらねチカちゃんが乗らないわけないっすよね。さあバッター花丸、さあストレート。さあ岡本この2イニング目ですね、大事なのはね。さあスライダー、スライダー、まあ花丸はね打率以上のね何か存在がありますよね。さあ今シーズン初スタメンになりますしずくちゃんです。さあ岡本このねスライダーいいんですけどね。このねストレートがね若干ちょっと気になる感じがするんですけどね。いいスライダーです。さあさすがのチャンスメイク渡辺陽、初回ヒットも放ちます。さあクライシス、さあストレート、まだね混沌としてますからね百花リーグね。
オちゃんが止まらない。またこの仁王ちゃんが一塁ですからね。ここはバッターむっちゃん集中でいいと思うんですけどね。刺してくれ。これは十分警戒していました。仁王ちゃんスチール失敗。仁王ちゃんが刺します。まあ、あんだけ警戒されてますからね、そりゃ気になりますわね。しかし仁王ちゃんうまく刺しました。そしてバッター舞ちゃん、開幕はね4番だったんですけどね、調子を落とし5番、現在5番でね調子を整えてる感じでしょうか。ストレート強い当たり、巻き込んでいくか、巻き込んでいった、ボールを巻き込んだ近藤舞、1点差に詰め寄る第2号ソロホームラン。しかもストレートですね、巻き込んでいった。まあ、ウェイクアップガールズはね長打力は意外とある選手多いんですよね。さあストレート、チカちゃんはね乗ってくるんでね、そこですよね問題はね。さあスライダー、さあ冷凍みかん、ネズミちゃんバット振らない。さあボール3、今日はね両投手さほど今んとこねいい感じはしないんですが、どうなんでしょう。ストレート、素早く落下点。そしてバッター翔ちゃんです。さあストレート、ここもねなんとかねホームラン、後続ですよね、後続の後ねなんとでもこうしつこくね行きたいですよね。しかし全てフライになってしまう。さあこの回舞ちゃんの第2号ソロホームラン、1点返して1点差。さあ仕切り直しバッターむっちゃん、さあこのスライダーいいんですけどね、見た感じね。さあストレート、初回のねタイムリーヒットはねむっちゃん技師ですよね、仕事人。バスターでタイムリー、選球眼がいいですねむっちゃんね。ストレート、やはりねアクアは上位打線当たってますからね。そして今日先発のチカちゃん、現在打率4割3分8厘。さあストレート、ボテボテの当たり、これは一応送った形になったか。そしてバッターマリー、球場全体がガラッと雰囲気を変える。気になるところはね4番に入った時のマリーっていうのがなかなかね成績がねうまいこと言ってないことが多いんですけど、おーこれは止まったかな、これはマリー、マリーに放ってはいけないボール、マリー第6号ツーランホームラン、裏の星サンシャイン引き離します。ホームランダービートップ第6号ツーランです。ど真ん中でしたね今のね。あ、こんにちは、 YouTube の方もコメント見れますからね、ぜひお願いします。シャイニー弾炸裂なんでしょうか。みんなの声はねシャイニー弾来てますね、やっぱりねシャイニーシャイニーってね。まあ、あれを待っていたかどうかは分からないですけどね、まあ、もうほぼど真ん中でしたね。
これもいく、2者連続、ヨハネ2試合連続ホームラン。さあ浦の星上がってくるぞ。今日この点差で勝てば一気に首位、1位になります。裏の星だけなんですよね、今まで二次元野球でね、3者連続ホームランっていうのはね、あの時はね、ヨハネ、ダイヤ、マリーでしたよね、センター、ライト、レフトにね。さあ、ストレート、詰まった当たり。いやここでね、ウェイクアップガールズは下向いちゃダメですよ。注意しなきゃいけないのはやはりこのダイヤちゃんですよね。ダイヤちゃん調子悪いんですけどね、この子を乗らせたらもう手がつけられなくなるんでね、裏の星はね。またピコーンってなった。 YouTube 登録ありがとう。YouTube 登録ありがとう。さあスライダー、いやこれね、3回まで見てですけど、岡本さんボールをですね結構見切られてね、結構引きつけられてるんですよね。バット、なんていうんですかね、スイングギリギリのところでスイングされてる状態なんで、ボールかなり引き込んでスイングしてるんですよね、裏の星がね。さあここです、このホームランの後ですよね。これがね、裏の星の強み。ただじゃ終わらない。花丸もヒット、ダイヤちゃんもヒット、バッターしずくちゃん虹ヶ崎から今シーズン加入、ストライク三振。このピンチは抑えましたが、マリーの第6号ツーランホームラン、そしてヨハネのホームランもありまして、一気に突き放します。さあこの回のね、チカちゃんのピッチング注目です。岡本交代はありません。さあスライダー、ストレート。 YouTube のね、多分放送、生放送はね、二元配信今日やってるんですけど、開幕のこのカード以来じゃないですかね、 YouTube で配信してんの。地下をね、乗らせるとね、きついですからね、ここ好調のね、この辺の1、2、3番なんとかね、ランナー貯めてね、一発のある小早川、そして近藤につなぎたい。しかもボールがばらけてますからね。さあストレート、さあ丸が突っ込んでくる。さあ3回が終わって5対1、早くも裏の星2桁安打。さあようちゃん今日2安打、チャンスメイクきっちり仕事をこなします。岡本はね、ここを気負ったらダメですね。さあストレート、力こもったいい球。さあむっちゃんも今日2安打、1打点です。やっぱ1、2番がね、こんだけ出塁するとね、まあこの勝敗数でいうとね、百花リーグ分からないんでね、最後までね。チェンジアップ、
10分。いいチェンジアップが決まります。あ、チェンジアップ、これ引っ掛けてサードゴロです。キャッカリーグですね、残り試合が、ファーストステージあと1試合ずつ、ですね、ウェイクアップガールズがですね、上り調子のこのウエストとの対戦、デレステウエストですね、そしてアクアはミーマスとの対決が残っているという、また物語がね生まれるんでしょうか。カナンの前ヒットです。リカちゃんは好調、そしてバッターティナちゃん、さあ一発がありますよ。さあストレート、強襲、さあランナーたまった、ノーアウト一塁二塁、バッター先ほどホームランの近藤、さあストレート、チェンジアップだ、確かにここはアタックポイントかなり鍵となる。最近の試合ね、エラーとかが結構ね響く試合が多いんでね、最後の最後に分からないですからね、二次元野球ね。さあチェンジアップ、さあ重いストレート、今日はですね私がちょっと体調不良でですねちょっと聞きづらいかもしれませんが、元気をくださいね皆さん。さあ吉川めぐみタイムリーだ、食らいつく食らいつく、アタックポイント獲得、ガッツポーズを見せます。しかもボールちょっと高いですよね。開幕のね屈辱をねなんとか雪辱したい。さあ終わった、翔ちゃん、あのねミリオンにね、連勝中のミリオンにね土をつけましたからね、ウェイクアップガールズね。さあチェンジアップ、ストレート、ヨハネだ。さあバッターノアちゃん、初球、ちょっとボールが高いぞ、高めしかどうなんだ。さあレッドミカン、これはふわっと上がったあたり、ヨハネです。ヨハネのこの守備、ランナー貯めましたが1点のタイムリーに抑えました。さあピッチャー2番手水田さんですね。さあバッターダイヤちゃん、さあ水田さんね、ちょっと調子あまり良くありませんが、ダイヤちゃんもね、今日1打席目ヒット放ってますからね、ここでね、連続ヒットなんてあればね、ダイヤちゃん乗ってきますよ。さあ、スライダー、うまく巻き込んでヒットだ、ダイヤちゃんも副長官、一気に二塁を狙う、ツーベース。さあ花丸どうする、花丸初球狙った、花丸もマルチヒット、裏の星6点目。花丸のこういうとこなんですよね、もうあの皆さん分かっていると思うんですけどね、ほとんどのね裏の星の選手はねあの逆らわないバッティングなんですよね、全部右バッターはセンターからライト方向狙ってるんですよね。しかしウェイクアップガールズ
諦めるにはまだ早い。さあバッターは大阪しずくちゃんです。さあバット折れた、高く上がった打球が森島です。サードからねライトに入ってますね。サードには多分、鈴木さんが入ってるんでしょうかね。さあバッタートップに帰ってようちゃん。さあワンアウトランナー一塁、花丸が一塁です。さあスライダー、素晴らしいシンカー。しかしね、ウェイクアップガールズファンっていうかね、応援しているリスナーさんからすればね、この裏の星のね、この打線というかね、出てくる選手は怖いっていうのがね。さあドロップカーブ、センター前だ。むっちゃん猛打賞、そして地下です。さあストレート、初球狙いましたが、この回花丸のタイムリーで1点追加、6対2。さあ打順はね、このリカちゃんなんですけども、リカちゃんねかなり安定してるんですよね。現在3番を打ってるのもうなずけます。さあスライダー、さあストレート、これは抜けていきます、センター前ヒット。 YouTube もねガンガンコメントぜひお願いします、見てますからね。さあバッター4番の小早川ティナ、一発ありますよ。さあストレート、ちょっと甘いコースか、一球見逃す。さあストレート、スライダー引っ掛けだ。さあバッターは舞ちゃんです。今日一本のホームラン、技ありのバッティングですよね。ライトポール巻き込んでのホームランありました。ちょっとねダイヤちゃんがなのかチカちゃんがなのかわからないですけどね、やはりマイちゃんへの投球っていうのは変えてますね。3球チェンジアップで入って内角高めのストレート、ストレートでくる、越えていく、マイちゃん復調か、二塁へ、ヘッドスライディングセーフ、ワンアウトランナー一塁二塁、あ一塁三塁ですね。そして先ほどタイムリーヒットを放った吉川、まだね地下も本調子じゃないんでね、あまり難しいボールにね手を出さないようにね、ボール球見切って打っていってほしい。さあどうだ、越えていく、さあ加南が後ろそらす、さあ2点タイムリー、2点差です。めぐみちゃんが今日当たっています。まさかまさかのね、加南監督こいつ、さあ2点差だ。これね応援してるチームをねぜひねコメントでバンバン応援してください。応援は必ず選手に伝わります。ストレート三振、この回のね、後でねちょっと話したいなと思うんですけどね、近田のピッチングちょっと注目ですよ。ストレート抑えます。先シーズンまでのね、チカちゃんだったらね、ああいうミスがあったりね、打ち込まれていくとね、もうあれよあれよのままにね、どんどん失点をしてしまうっていうところあるんですけど、今シーズンはね、まあ、4点取られてますけども、今試合先ほどね、吉川さんのタイムリーの後ね、きっちりね、2人
しのぎましたよね。さあ、待った、マリー。やはり開幕投手を務めたっていうのは自信になってるのかもしれません。1球内角、さあスライダー、センター抜けない、ノアちゃんのファインプレー。負けられない戦い続きます。今日はサンシャインの応援はほとんどいないみたいな感じなんですかね。ほとんどがウェイクアップガールズ。さあバッター、ヨハネ。さあストレート、これもノアちゃんだ。さあ先ほどね、ちょっとカナンちゃんどうなんでしょうね、性格的に完璧主義者なのか分かりませんけども、ああいうミスっていうのはね、大引かなきゃいいんですけども。さあスライダー、さあ厳しいコース、水田いいですね、安定してます。さあスライダー、ちょっと球数が多くなってるか。ストレート三振。さあ7回が終了して、次の回ね、水田さんからなんで代打が出るんでしょうか。さあここで裏の押し、ピッチャーが島根です。そして代打の相澤。さあ島根ちょっと調子が悪いですが、お姉ちゃんが出てきます。さあサークルチェンジ。さあスライダー、花丸だ。セカンドライナー、そしてバッタートップに回転のモガちゃん。さあ点差は2点差ですからね、まだ分かりません。シーズン5のね、二次元野球っていうのはね、終盤に劇的なことが起こる。長打コース、ツーベースヒット。さあバッター乙女ちゃんです。さあスライダー、ストレート、今の完璧にね、あのシンカーですかね、サークルチェンジ待ってたんですかね、スイングかなり遅れましたよね、迷ったようなスイング。さあしかしこの3番の高階、調子はいいです。先ほどもヒットはなっている。ストレート釣られません。サークルチェンジ引きつけた。セカンド牽制。さあ釣られません、スライダー。さあフルカウント、ストレート、これもカットします。いやー、先ほどねストレートをカットされたのがね、痛かったかもしれないですね。さあバッター小早川、ホームランが出れば一挙に逆転もあります。さあバッター近藤、ここですね、問題はね、
ここでね近藤が続かないといけないと思うんですよね。そうしないと勝ちきれないと思うんですよね今後ね。サークルチェンジどうだ。そうなんです、こういうことなんです。ウェイクアップがあるので勝ちきるにはホームランの後ねサクッと終わってはいけないんです。さあ近藤が続く。さあピッチャーがここで刹那ちゃんに交代。さあストレート。さあ今日ね打点を稼いでます吉川。さあストレート。さあフォーク花丸の横。まあティナちゃんはねもともと4番じゃないんですけどね、でも4番というバッティング見せてくれてます。私の、ね、応援がねニコニコも YouTube もねかなり少ない。選手に声をかけてほしい。さあ言葉にしないと選手には伝わらない。スライダーどうだ。陽ちゃんが突っ込んでくる。さあこの回ティナちゃんのスリーランで逆転に成功。ウェイクアップガールズ1点逆転です。さあピッチャーここで7戦。さあ必勝体制となるか。全員野球7戦吉野登板。さあスライダーバッターダイヤちゃん。さあツーシーム。さあ永瀬の本調子はどうなんだ。ストレート強い当たり伸びていく。どうだ。これはもう一度伸び足りない。ボールミリ単位ですね今のね。さあツーシーム。さあスライダー。さあ先発でもね結果を残しましたからねこのナンセ。ステラドライブ。さあこの大きなカーブですね。やはりね応援のね数が違うというかねコメントの数がね。さあツーシーム。さあストレート。さあこれあんまりでもね七瀬ちゃん多分変えてくるんじゃないですかね次ね。七瀬芳乃ちゃんのねピッチングですか。まあゼロには抑えたんですけどねあんまりいいように見えない、見なかったら多分変えてくると思うんですよね次ね。さあスライダー。さあバッターは厚木いつかちゃんです。やはりね代打してきましたね。まあもちろん当たり前なんですが。まあそれでいうとね失点はしましたけど、あの水田さんのねピッチングがかなりね粘っこいピッチングしてくれたような感じもしますね。力
かしね、この1点差はねかなり怖いですよ。ここをね、なんとかね、さあフォーク、うまいバッティングです。まあミューズとかね、そのアクアですよね、ラブライブ、ラブライブサンシャインというね、2大アイドル漫画、アニメですかね、スクールアイドルアニメ、大人気のアニメがあるんですけども、前はね、やはりその2つのね、おっとゲッツー、2つの作品がね、試合に出ると応援がものすごかったんですが、もう最近なんかね、なんか寂しいですよね。さあ、せちなちゃんランナー背負いましたが、あとは9回託します。さあ、ピッチャークローザーの島田、裏の星はトップバッター陽ちゃんから、さあライムファスト、2球続けてが、しかし甘く入った、陽ちゃん二塁を向かう、この好走塁、陽ちゃんしかねできないですね、あの走塁。二塁まで走った陽ちゃん、今日3安打目も打賞。さあバッターむっちゃん、むっちゃん今日3安打。さあライオンファースト、もう新人しかないですね。さあここでせつなちゃんに代打よしみちゃんです。ぷよぷよでも信じるしかない。さあネクストバッターサークルにはマリーがいる。ヒットが出たらね、陽ちゃん帰ってきますからね、長打が出るとね。ライオンファスト、タイミング合わない。おーっと、よく見た、スライダー。さあ、最後のバッターとなってしまうのか、小原麻里、今日ホームラン、ツーランホームランを放っている。セカンドには陽ちゃん、ライオンファースト打ち上げた、ウェイクアップガールズ勝利。ウェイクアップガールズ2位に浮上です。さあ本日のヒロイン、無失点に抑える好リリーフ島田、そして本日3安打の猛打賞ですね、大活躍近藤で